ありがとうございました。スイートピオニーのよしことマリコです、今回久しぶりにピアノのまみさんとギターのひろしさんと打楽器のともはるさんにも参加していただいて、ジブリ映画の借り暮らしのアリエッティより主題歌のアリエッティーズソングを演奏いたしました。どうもありがとうございました。やっぱりアンサンブルは楽しいですね。そうですね、この映画はイギリス人のメアリー・ノートンさんのファンタジー小説床下の小人たちが原作になっていますが、映画は東京都小金井市あたりがお屋敷の所在地という設定なのだそうです。シンガーソングライターでハープ奏者であるセシル・コルベルさんが、私はずっと昔からジブリ映画の大ファンで、私の音楽のすべてはジブリ映画から大きな影響を受けていますという手紙と、ご自身の CD をジブリに送付したのがきっかけで主題歌を担当することになったそうです。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。